おはようございます。本日も朝活詰め将棋やっていきたいと思います。時刻は8時21分でございます。今日がですね、8時30分からアベマ TV の方で、名人戦の、第2局の2日目があるんで、ちょっとね早くそっちを見たいなとは勝手に思っております。まず軽くしてから、いやー今日ね答えが出るわけですよね。どっちが勝つか、豊島九段と藤井名人、佐藤慎也さんが解説に出て、それが面白くて、豊島強いよねみたいな、序盤終盤中盤隙がないと思うよって、だけど俺は負けないよって、面白い佐藤さん。さあ183問目、能力をつけたいんですよね。184問目、あまり深く感、まあそうですね、こうして、ダメだな、銀が取られちゃうな。狙いとしては良かったんじゃないかな。角か銀をずらすかって感じですね。ちなみにこう来てくれたらこれで終わりじゃねって思ってるんですよ。さあ185問、調子がいいんだか悪いんだか、ほとんどのところが潰れてはいるんですけどね。金が寄るとめんどくさいんだよな。こっち行かれちゃうとさらにめんどくさいんだよ。どう使うか、どうなんですか、角の打ち場所が分かんない。銀を動かされて、これも大事っちゃ大事ですね。金をずらしたいなと思ったんですよ。でも逃げれる場所があるから。そうですよね。
さあ答え、4一角同金3三金と、まだまだでございますね。ひらめきですかね、結局。さあ72問目、面白い形ですね。ちょっと駒たちを躍動させないといけないね。こっから詰めないですよね。ヒント、馬が主役か。まあここが王道だと思うんですけどね。でも取られちゃうんですよね。取られちゃしゃあねえなと思うんですよ。ちょっとここの下まであるわけね。まあそれはそうかって話ですけど。こっちに逃げられちゃうんですよね。さあ答え、14馬16玉136馬121264馬がある。はいはいはい、横に行くんだ。取られて寄せる。はあ、なるほどね。なるほどねとしか言いようがね。さあ73問、持ち駒がないパターンでしょうこうなるとね、ちょっと苦しいんですよね。
コーナーどうしようね。詰めないですよね。ヒント、角をさばきます。3枚で下ろせと。74問目。絶対違う。3人のところは香車と銀が効いてるんで結構激アツかなと思ってんですけどね。香車を上げて鳴らした方がいいか。で、1-2-2-2-3に逃げて、こっからっすよね。ダメっすね。まあ惜しいっちゃ惜しい気がするけどね。られちゃったら正直詰むもんも詰まないっすよね。さあ答え、1-2-金同香3-2-飛2-1玉3-1飛車1-2-金ちょっと待って、もう一回最初から1-2-金同香で3-2-飛で1-1玉